戸塚宿戸塚宿は東海道53時の5番目の宿場である。東海道では相模国際東端の宿場町である。相模国鎌倉郡にあった。日本橋から旅程がちょうど一泊目にあたり、旗御数が53時中、小田原宿に次ぐ規模であった。当初、小戸谷宿の次は藤沢宿であったが、上記の理由から戸塚にも宿屋が増え、 客を奪われることを恐れた藤沢塾の猛反対を押し切り、幕府公認となった。吉田町、戸塚町、矢部町の三町からなる。見つけは、現在の吉田町四枚と戸塚町大阪下にあり、品濃町と原宿町に一律化が残る。第三道、鎌倉街道、厚木街道などと交差する要衝であった。幕末の黒船来航の際には、避難民が逃げてきたと言われている。 沢部、内田の2軒の本陣があった。沢部本陣跡には屋敷神であった羽黒神社が現存している。内田本陣跡は、戸塚郵便局になっている。戸塚塾にちなむ川柳、佐野の馬戸塚の坂で二所びは、蜂の着物語のパロディで、いざ鎌倉と馳んじた老婆が、鎌倉目前の戸塚で転んだ、という意味。戸塚の坂は、戸塚塾の神が寄りにある大阪。 あるいはほどが谷宿との間にあるゴンタ坂や品野坂のこととも言う。元遊郭の名残として、両邸の定時屋が近年まで営業していた。JR 東海道本線、横須賀線、湘南新宿ライン、横浜市営地下鉄ブルーライン、戸塚駅ほどが谷宿と塚宿藤沢宿。ありがとうございます。